おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日1月16日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは朝9時の予想天気図を見ていきましょう。今日は低気圧が発達しながら北海道付近を通過していきます。北海道は荒れた天気に要警戒。また低気圧から伸びる前線が通過する影響で、その他のところも日本海側中心に広く雨や雪が降ります。また前線通過後は強い寒気が流れ込んでくるため気温の変化に要注意です。西日本や日本海側はだんだんと気温が下がり、夜は厳しい寒さとなります。ではここからはアイコンでお天気を見ていきましょう。北海道は朝雨雪風の強まりに要警戒です。荒れた天気になる恐れがあります。一旦止んでも油断は禁物。午後は日本海側を中心にまた雪や雨が降りやすくなります。東北の日本海側や北陸は雨や雪が降ったり止んだり、強まったり雷やあられ、突風を伴ったりする恐れがあります。西日本の日本海側も朝はざっと降る雨にご注意ください。太平洋側は雲が広がるところがあるものの広く日差しが届きます。関東南部は雨の心配ほとんどないものの、その他のところ太平洋側も広く前線通過時はにわか雨、にわか雪の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。関東はよく晴れて最高気温18度予想。今日は春のような陽気となります。体調管理を万全に行うようにしてください。その他のところは気温がだんだんと下がるところが多くなります。夜の寒さに注意が必要です。全国の天気をお伝えしました。